こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。リリアンではキャンバ講座やチャット GPT 講座などスキルアップを応援するための講座をご用意しています。気になる方、概要欄をチェックしてみてください。毎週水曜日と土曜日に動画を配信中です。チャンネル登録してね。チャンネル登録後、ベルマークを押すと新作動画のお知らせが届きます。本日はキャップカットを使ってバズるショート動画を作る方法というテーマでお送りしていきます。今 SNS の中でもショート動画が主流になってきていますよね。 TikTok だったり Instagram のリール動画、 YouTube のショート動画など縦長の動画を効果的に作る方法、いわゆるバズる方法というのがいくつかあるんです。今日はバズる動画を作るコツと、初心者向けの動画編集ソフトとしておすすめなキャップカットを使ってバズるショート動画を作っていきたいと思います。それではまずはバズるショート動画を作るための6つのテクニックについてご紹介をしていきます。まず1つ目が視聴維持率です。あなたの動画をどれぐらいの長さユーザーが見てくれたか、ここがとても大切になります。視聴維持率の長い動画っていうのはいい動画だということで、他の人にもレコメンドされやすくなるんです。なので視聴維持率、ここを意識して動画を作成していきましょう。ここでバズる動画を作るための2つ目のポイントになります。動画の冒頭に気になるワードを入れましょう。動画の最初に、ん？なんだろうとか、知りたい、見たい、こういったユーザーの興味を引くようなワードを入れることができれば、視聴維持率っていうのは必然的に長くなります。この後すごいことが起こります。なんてワードがあるとなんか気になってしまいますよね。こういった見ている人が、おや？なんだろう、なんか知りたいな、最後まで見たいな、こんな風に思ってもらえるような興味づけ、これをですね、動画の最初に入れていきましょう。次のポイントが、動画のカットは短めにしていきましょう。ショート動画は短い動画の分、スピード感というのが大切になります。なので一つの動画のカットが長いとどうしてもこう飽きてしまうんですね。なので動画のカットは短めに、スピード感、テンポ感のある動画の方がバズる動画になりやすいです。で、次のポイントなんですが、できれば字幕も入れていきましょう。 YouTube の長編動画もそうなんですが、字幕があった方が見やすいんですよね。できたらですね、字幕を入れてあげた方がバズる動画になりやすい傾向にあります。さらに次のポイントとしては、音声も入れていきましょう。情報は多い方が相手に伝わりやすいです。動画だけで構成するものよりも、自分の声だったりとか機械を使った吹き替えの声でもいいんですが、音声を入れた方が見ている人を飽きさせないので、視聴維持率が長くなりやすい傾向にあります。そして最後に、見ている人にアクションを促すコメントを入れていきましょう。これ何かっていうと、ショート動画最後まで見てもらった、視聴維持率っていう面で見ると100点ではあるんですが、さらに加点を狙うとしたら、見ている人にアクションを促してもらうことなんです。これ具体的に何かっていうと、例えばいいねボタンを押してもらったり、コメントをしてもらったり、保存ボタンをしたり、まあ、こういったことが見ている人のアクションになります。このアクションをしてもらうと、視聴維持率プラス加点になるんですね。なので SNS 側からの反応もより良くなり、たくさんのユーザーにレコメンドされやすくなっていきます。なので、参考になったらいいねボタンを押してねとか、この場所行きたいと思ったら保存してねといったように、ユーザーにアクションを促す、こういったコメントを動画の中に入れていきましょう。こちらがバズる動画を作るためのテクニックでした。今ご紹介したバズるテクニックをもとに、ショート動画作りにチャレンジしていきたいんですが、いろんな動画編集アプリがあります。で、どの動画編集アプリがいいですかってよくご質問いただくんですが、今日ご紹介していくのが、初心者の方でも簡単に直感的に動画を作ることができるキャップカットというツールです。キャップカットにはですね、携帯版のアプリとパソコン版のアプリがあります。今回はですね、新しくキャップカットのパソコン版がリリースされましたので、パソコン版で作成をしていきたいと思います。で、キャップカットは無料で使うことができます。なので、まずは無料ダウンロードの仕方からご紹介をしていきます。で、まずはですね、アップストア見ていきましょう。キャップカットっていう風に入れると、こちらパソコン版のキャップカットのアプリがありますので、こちらを入手をしていきましょう。
はい、キャップカット開きました。まずはですね、開くとすべて英語です。まず日本語設定していきましょう。はい、上のキャップカットからセッティングスを押していきます。こちらでランゲージを選んで日本語にしていきましょう。そうするとリスタートして日本語表記になりました。まず始めていきたいときは新しいプロジェクトをしていきます。はい、こちらでダッシュボードが開きました。で、画面のご紹介なんですが、こちらに動画をインポートすることができて、プレイヤーはどのような動画が仕上がるかっていうのを確認できる画面ですね。こちらが動画編集のパネルになります。はい、まずはですね、動画をインポートしていきましょう。はい、こちらのインポートをして動画を選択してインポートすることもできますし、フォルダから直接ドラッグして動画をインポートすることもできます。動画のインポートとしてはすべて選択してこのままこの編集画面に投げても大丈夫ですし、こちらの時点でもう長い動画っていうのはここでカットなんかもできます。で、短い状態でドラッグするなんてこともできます。次は動画のサイズを設定していきましょう。ここですね、ちょっとプレイヤー画面もうちょっと大きくしたいので、この辺にカーソルを合わせると再生画面を大きくすることができます。動画のサイズ、今回はショート動画なので縦長にしていきたいです。この再生画面の下に今比率っていうのがありますので、こちらを押して横長にするのか縦長にするのかっていうのを選ぶことができます。ショート動画は9対16ですね。こちらを選択します。はい、そうすると縦長の動画になりました。では早速動画のカットからやっていきたいと思います。今回ですね、この前言った日光のホテルのショート動画を作っていこうと思うんですが、まずはホテルのエントランス部分ですね。まあ、ここから結構ずっとこう長い動画になっているので、先ほどもお伝えしたんですが、ゆっくりな動画だと、まあ、視聴維持率は取れないです。多分皆さん途中でスワイプして次の動画に行っちゃうと思うので、ここはですね、こう短めにしていきたいと思います。もう後ろの方はもういらないので、もうこの辺りでカットしたいです。この棒があるところが今再生されているところですね。はい、じゃあこちらでカットしたいんですが、カットするときはコマンド B またはコントロール B っていうのを押すと動画をカットすることができます。こちらに分割ボタンがあります。またですね、こちらでモードを切り替えることができます。はい、今は選択ボタンになってるんですが、分割ボタンっていう風にすると、はい、簡単にカットをすることができます。で、終わりたいときは選択ボタンですね。こちらを押すと、はい、選択ボタンに切り替えることができます。で、いらない方を選択してデリートボタンを押すと簡単に削除することができました。元に戻したいときは、ショートカットはコマンド Z で1つの工程ずつ戻ることができます。こちらのボタンで戻るボタン、進むボタンもありますので、こちらで戻ってもらっても大丈夫です。最初の1コマ目から編集したいんですが、こうちょっとちっちゃくて見にくいよという時は、こうピンチインをしてあげるとこんな感じで広げることもできますし、ここにプラスマイナスボタンがあるので、ここをプラスしてあげるとこの動画を拡大して表示することができます。じゃあ1コマ目からやっていきたいんですが、これだとかなりゆっくりなので、ショート動画はですね、テンポよくっていうのがキーワードになりますので、こういう動画は速度を上げていきましょう。はい、速度アップですね。よくね、ショート動画とかでも見かけると思うんですが、動画を選択します。そうすると白い枠で囲まれますので、その状態でこちら右上に速度っていうのがありますので、こちらを押します。で、速度の倍率ですね、選ぶことができます。8倍速ぐらいで見てみましょうか。はい、そうするとね、かなり短くなりましたね。倍速は後ほど編集することもできますので、まず8倍速でここはやっていきたいと思います。次は部屋のシーンです。ゆっくり撮影してるのでのんびりな感じなんですが、実際に動画を確認しながらいい倍率を見つけていきましょう。はい、お風呂もスピードアップして、ここから写真になるんですが、こっちのテラスの動画をこっちに持ってきたいので、そういう時はドラッグしてあげると簡単に順番も入れ替えることができます。動画を重ねるなんてこともできますね。こうやってピョンとしてあげると動画を重ねることもできます。じゃあこの流れでどんどんこう倍速で作成をしていきますね。はい、写真があって、川もあって、ボートもあるよ。で、最後はアクションを流してもらうコメントをこちらに入れようと思います。で、途中ですね、写真なんですが、ちょっと比率が違いますね。そういう時は写真を選択すると、こうやって丸が出てくるので、これをビヨーンと伸ばしてあげると、写真の比率を変えることができます。
最後の動画も大きくしていきます。はい、これでカットが完成しました。次にですね、トランジションを入れていきましょう。このシーンとかこの辺はこのままで大丈夫なんですが、ちょっと部屋のものからこう川に変わるところですね、ちょっとシーンが大きく変わるところにトランジションを入れたいと思います。トランジションを入れたいときは左上にですね、トランジションっていうのがありますので、こちらを押します。そうするとですね、これいろんなトランジションが用意されているんですね。はい、これ全てですね、無料で使うことができます。ちょっと気になるトランジションにカーソルを当ててクリックしてあげると、どんな感じなのかなっていうのを見ることができます。トランジションを使うコツとしては、全てのシーンにトランジションをつけるとかなりこう動きのある動画になってしまって、結構こうガチャガチャしてくるので、シーンが変わる時だけとか大切なところだけにこうトランジションを使うのがおすすめです。今回この時計回りのトランジションを入れていきたいと思います。トランジションを入れたいときはですね、ちょっと拡大しますね。はい、入れたいところにこうポンとドラッグしてあげるとトランジションを入れ込むことができました。はい、でトランジションをクリックすると、こちらにですね、トランジションっていうのが表示されて、トランジションの長さっていうのも調整ができます。テキストを入れていきましょう。左上にテキストっていうのがありますので、こちらを押します。でデフォルトテキストっていうのがありますので、こちらプラスを押すと、はい、こちらテキストのレイヤーが追加されました。でこちらに文章を入れていきましょう。最初にですね、バズるテクニックで最初の1秒から3秒がすごく大切だよというふうにお伝えしていきましたので、ここに何を入れるかがとても大切になります。はい、本当は秘密にしたい日光のラグジュアリーホテルっていうふうにしていきたいと思います。なんか本当は秘密にしたいとか、なんかそういうワード入れると結構私もそうなんですが、こう見たくなりませんか？そういうワードだったりとか、先ほどもご紹介したんですけど、答えは動画の最後にとか、こんなところで見つけた〇〇なものとか、人の興味を引くキャッチフレーズですね、こういったものを動画の最初に入れるといいですね。色も変更したり太字にすることもできます。本当もここから変えることができるので、ちょっと可愛い感じにしたかったらゴシックとか雪国っていうのもなんか結構ね、特徴がありますね。この使うフォントもショート動画で統一してあげると、パッと見た時に、あ、この人の動画だっていう風に覚えてもらいやすくなります。今日はじゃあこの青と白の雪国にしていきたいと思います。このテキストにスタイルを加えることもできます。今ですね、ベーシックっていう風になっているんですが、バブルっていう風にするとこれを簡単に吹き出しにすることができたりとか、これ結構キャップカットならではですね。でエフェクトっていう風にすると、はい、こちらの文字に簡単にエフェクトをつけることができます。こういうのをつけるとすごく見やすくなりますね。今日はラグジュアリーホテルなのでゴールド系にしていきましょうか。でさらにですね、上にアニメーションっていうのがあります。これするとですね、文字にアニメーションをつけることができるんですね。強調したい時とかにね、使えそうですね。あとはテキスト読み上げっていうのもあります。はい、少女読み込み開始。はい、そうすると音声のレイヤーが追加されました。本当は秘密にしたい日光のラグジュアリーホテル。この今入力したテキストを読み上げることができました。カワポ、本当は秘密にしたい日光のラグジュアリーホテル。これも結構いいですね。はい、こんな感じでテキストも読み上げてくれる機能もあります。動画の音声を消したいときは、こちらクリップの音声をミュートっていう風にすると、ここに入っているクリップの音声すべてミュートにすることができます。この1シーンの動画だけ音声をミュートにしたい場合は、動画を選択してオーディオを選択して音量を調整することができます。はい、じゃあですね、同様にテキストと音声を追加していきます。出来上がりました。では動画見てみましょうか。本当は秘密にしたい日光のラグジュアリーホテル。お部屋にもお風呂がついてるよ。充電事故が見えるバルコニー。アメニティはティクティック、ティータイムも楽しめます。癒しのお散歩時間、アヒルボートも楽しめます。キッズカールトン日光行ってみたいと思ったら2階タップ。このように出来上がりました。文章を入れながら、動画の長さなんかもまたカットしたりとか伸ばしたり縮めたりなんてしながら編集を進めていきます。はい、でこちらで音声も入ったんですが、自分の声で入れたい場合はここにですね、録音っていうのがあります。こちらを押すと自分の音声を入力して動画に入れ込むこともできます。
はい、でバズるテクニックとして動画の最後にアクションを促すコメントを入れるっていう風にお伝えしたんですが、ここではリッツカールトン2個行ってみたいと思ったら2回タップということで、まあ、インスタグラムのリールであれば動画を2回タップしてもらうといいねになりますので、まあ、こういう感じで入れています。行ってみたいと思ったら2回タップっていう風にあるので、まあ、ここにハートのマークとかがあるといいかなと思うので、まあ、ステッカーっていうのがあります。こちらのハートにしましょうか。リッツカールトン2個行ってみたいと思ったら2回タップで、ハートがある方がなんかね、いいですね。いいねボタンを押すんだっていうのが分かりやすいと思うので、まあ、こういうエフェクトなんかも活用することができます。こちらで動画が完成したので書き出していきたいと思います。はい、書き出すときはですね、エクスポートを押していきましょう。こちらでタイトルつけることができて、どこに保存するのかを選ぶことができます。ダウンロードに指定して解像度も選べますね。まあ、基本的には 1080p で OK だと思うんですが、 2K、4K なんかも選ぶことができます。でフレームですね、30フレームなのか60フレームなのか選びましょう。でこちらにエクスポートしていきましょう。本当は秘密にしたい日光のラグジュアリーホテル、お部屋にもお風呂がついてるよ、充電事故が見えるバルコニー、アメニティはジプティックティータイムも楽しめます、癒しのお散歩時間、アヒルボートも楽しめます。リッツカールトン日光行ってみたいと思ったら2回タップ。こんな感じで簡単にショート動画を作成することができました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はキャップカットパソコン版を使ってバズるショート動画の作り方をご紹介していきました。こちらの動画参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。みきみきウェブスクールではキャップカットの使い方、他にもいろいろ動画を出していますので、気になる方は見てみてくださいね。みきみきウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。